JAL 契約25億円の西コリ系、羽生譲るの10倍稼げる理由ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。男子プロテニスの西コリ系25の人気がヒートアップしている。それを象徴するのがスポンサー契約数。この1年で10社から15社にまで増え、 契約量も激増しているというのだ西京理本人は PR に暴殺されたくないと契約は最大で10社程度に抑えて欲しいとマネージメント会社にお願いしていたそうです。そのため契約量の最低ラインを5000万円と高く設定したのに、それでも望む企業が後を絶たなかったといいます。テニス関係者、航空会社では、デルタ航空と13年末から契約を結んでいた西京理。 ベルタは契約延長にも前向きで2年の再契約で6億円を提示したと言われる。そこに現れたのが JAL だった。JAL は東京五輪までの5年契約で15億円。成績に応じた出来高契約として最大プラス10億円を提示。また、西京里が関係するイベントの協賛も申し出たそうです。さらには彼が移動する際はファーストクラスを提供するなど、 破格の条件でした。全室テニス関係者、ソンナジャルに負けじと、他の企業も続々と好条件を提案し始めているという、ラケット契約のウィルソンは就寝契約を締結。8年から支援してきた所属の日清食品も、他社と比べてみすぼらしい契約はできないと奮発。ユニクロも5年12億円超の契約をぶち上げたといいます。今年の年収は25億円ほどになりそうです。 広告代理店関係者一方人気では西京里に引けを取らない男子アスリートといえばフィギュアスケートの羽生譲る20だがその年収は段違いだ羽生は ANA 所属で契約料3000万円と言われていましたが実際は5000万円ほどその他ロッテバスクリン西川産業ファイテンなどと3000万円程度の契約を結んでおり合計1億7000万円ほどとみられています NHK 杯なら優勝約210万円、アイスショー出演料が1回約50万円で、年収は2億円前後になるでしょう。全室広告代理店関係者、つまり年収では羽生の10倍稼いでいることになる西京里。なぜこれほど人気なのか、テニスの方が競技人口も多く、市場規模も大きい。プロとアマの違いもあり、一概には比較できません。ただ、それを踏まえても錦織のスポンサー人気は高く、 契約企業は株価が上がるとさえ言われています。東京五輪まではこの状況は続くと見られ、そのため各社が複数年での契約を獲得しようと躍起になっているんです。別の広告代理店関係者、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。